東京ゲームショーはコンピュータエンターテインメント協会の主催によって年に一度開催されるコンピュータゲームをはじめとするコンピュータエンターテインメントの総合展示会である。会場は幕張メッセ。日本最大級の規模を誇り多くのファンが押し寄せるイベント。略称として TGS と表記されることがあり、本校もそれに習う。E3 やゲームスコムと並ぶ。 世界三大ゲーム賞でもある。前身は1988年に発足されたコンシューマーソフトグループが行っていた展示会である。私有大の様子初ネミクと巡りネルカのコスプレ東京ゲームショウ開催から2日間はビジネスデーとして原則的にゲーム業界関係者、報道関係者、流通関係者のみの公開となる。 残りの2日間は一般公開日として行われている。1996年開催から2020年まで一度も中止されることなく開催されているが、2020年は新型コロナウイルスの影響によって会場での開催が見送られ、オンラインのみでの開催となった。本展示会では来場者のコスプレが認められている。本展示会は1990年代当時、 家庭用ゲーム業界で圧倒的なシェアを誇っていたニンテンドから独立する形でソフトメーカーなどが中心となって開催を始めたという権威があったこのような事情からニンテンドは長年にわたり本展示会とは距離を置いていたが2003年と2005年は同社社長の岩田里氏が基調講演を行ったり2018年には 前年に発売した Nintendo Switch 向けソフトの展示をサポートするために業界関係者向けの商談スペースではあるが本展示会に出展したことがある。なおビジネスデーと一般来場者向けで出展企業が異なっている場合もありビジネスデー限定のブースが出展している場合もある。この場合ゲームそのものでなくゲームを開発するための環境を作りゲーム開発ツールやゲームエンジン ミドルウェアなどのブースが出展していることもある。ありがとうございます。